フル装備ですね。そう、全部安い。え、これもついて、全部ついて。Curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me. In the house, in the house, in the house. よしお Vlog です。こんばんは。本日はですね、まあ、14FX にまた行ったんですけれども、何回行くっていうね、週3、4で行っちゃってるっていう。で、今日はたまたま、吉田さんっていう、まあ、僕のグループの吉田さんが、ARP555 を注文したら、結構早めに入ったんで、それを取りに行くっていうんで、ちょっと付き合ったんですよ。まあ、タリーズコーヒー行って、ちょっと見たいものもあったんで、そしたらまあ、フルフルさんも来て、で、吉田さん銃を買う。で、その間に僕らで待ってた時に、まあ、いろいろ店内見ててさ、こう、なんだっけ、浜さんにさ、ハセピーも新しい銃のそのカスタムを聞いたりとか、俺もシグの今後のモーターとか買えるのにいろいろ聞いたりしてたんだけども、うん、パッて横を向いたらね、彼らがプレートキャリア見てるんですよ。そうですね。あれっつって、吉田さんは初プレートキャリア。で、フルフルさんはプレートキャリアを買い回したい。なんかそんな顔をしてたんで、かなり押してきたんです。はい、その時の模様をどうぞ。今持ってるプレキャリいくらですか？今この5000円。ちっちゃいやつなんだ。あ、でもこっちの形になることによっていいっすよね。ちょっといい持ってもらって。いいっすよ。調節ができ。ちょっと待ってください。実験機いいよね。いいですか。しかも、うん、ここベルこれつくやつでしょ。ベルクロになってるのかな。多分つくんじゃないですかね。うん、ベルクロついてる。パッチだらけですよ。え、これ何ぼだったんですか。これが7980。え、安い。7キュッパでかっこらかっこあるよね。ちょっと後ろ見てもらっていい。なんかいろいろついてるの。何これ。どうですか。あ、それです。前ですね。あ、多分調整できるか。あ、でもこれあれっすよ。これちょっとこっち向いてもらって。ここあるじゃないですか。これ外して。あ、なるほど。乾燥するんですね。乾燥できる。これのアダプターここにつけるんですよ。東京ハンデル売ってるじゃないですか。ああ、なるほど。カチってやればこれの、あ、漏れるってやつですね。漏れる。後ろもちょっと面倒くさいですけどね。でも東京ハンデル行くとこれ簡単に横抜けて取れるんでいいかもしれない。ただまあ俺面倒くさいからこっちつけちゃいます。でもこれが変わることによってまたちょっと高級感出るじゃないですか。うん、おっと、フルフルさんが悩む何も買わないですけど、今日なんかまた軍服ですか。軍服しちゃうんですか。やっちゃうかな。いやー、怖いね。フォーティーは魔の城ですよ。だってさ、なんで急にプレキャリを生み出したんですか。どうしたんですか。やばい、嘘さんのじゃあこれにしましょう。出たいや、何を言ってるんですか。銃だってもう2、3丁買ってますよね。恐ろしいですね。やばいですね。短いと思うじゃないですか。違うんです。僕が来た時に僕ももっと値段下げるなと。でこれが多分本来のプレキャリの形なんだよね。結構上に来るように。でなぜここでお腹見えるとちょっと嫌じゃないですか。それはちょっと今ないんですけど、これ Amazon とかでも売ってるんですけど、これをこうなんです。ちょっとこのまま持ったままカメラの鏡の方見てもらうとか。これはどうか。でこの形はもっとあれでしたらいろんな形が売ってて、しかもこれ中にプレートあるんですよ。だからまさかのプレートが。でも本来お腹でしてベルトしてここ空いてる状態で、俺なんか太ってるからこれ嫌なんですけど。いや、どうですか。はい、でもこれサイズ感おかしくない。サイズ感はバッチリ、うん、逆にちょっと大きいかなって感じ。え、うん、ちょっと大きいっすね。もっと詰めてきてやっていいかも。今もうギリギリまでこっち向いた。肩っすかね、なんか、うん、ちょっと。あと肩はここで長さ調節しちゃって、うん、結構伸びるんで。いきますね、うんうん、ちょっとちっちゃくして、うん、
これ何本ですか？9800円ですか？そう、フル装備ですね。そう、全部安い。え、これもついて？全部安いね。9800円だったら着なくて壁に飾っといてもいいんですか？壁中にプレキャリが飾ってあってもいいじゃないですか。安いな。安いよ。緑もありますよ。なんか吉田さん、そのジャケットに合わせるとなんかその緑が似合うかもしれないですね。そうマルチよりは。マルチカムかどうすかね。緑かな自分は。手間、あ、手間さんどっちですか。緑ね、うん。みんな今日装備買いますね。うん。一本買うだけだと。もう取りに来ます。だってプレキャリってさ、何個持ってても僕はいいと思う。吉田さん2個ですもんね、もうすでに。はい、1個はあの二十歳なんで。あ、はい、あ、そうですか。あ、あっちをか。はい、こんな感じです。本当に申し訳ないんだけども、土曜日。店9時までっていう。そうす、うん、俺10時と勘違いしてしまって、店の中本当申し訳ありませんでした。はい、それで多分これで動画を出すじゃないですか。で吉田さんも、はい、ね、フルフルさんも、うん、多分夜寝れないと夢に出てきちゃいますね、うん、フルフルさんなんかはもう帰りずっともうなんか俺明日行っちゃいます明日行っちゃいますって言ってたんで、はい、もしかしたら明日フルフルさんが 41PX であのプレートキャリーを買ってしまうかもしれない、うん、それに感化されて吉田さんもプレキャリー初プレキャリーを買ってしまうかもしれないっていうですね、明日どうなってくるんだろうって俺らの楽しみが一つ増えた。人を軍拡の沼に落としていく、まあ、ハセピーが俺を軍拡の沼に落としたよ。え、そうですか。いや落としましたよ、ね、軍拡だって一つ銃、タスピーなんかすごいんだよ。あの、銃買うじゃないですか。銃を買う、カスタムする。カスタムを待ってる間に待ちきれなくて銃を買うっていう人なんで、はい。それを見ていたら、まあ僕たちのね、軍拡なんか かわいいもんですよ。ね。そういうことです。はい。そんな感じです。では、本日はこの後、明日、明後日どうなっていくのか。その答えはですね、まあ今後発表させていただきますので。果たしてフルフルさんは新しいプレキャリをゲットしてしまうのか、吉田さんもプレキャリをゲットしてしまうのか、装備っていうものは整えることによってやっぱり気持ちが上がっていく、家でも着れる、かっこよく、はい、そんな感じでございます。それではこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 I'll be back。 あ、ちなみにですね、明日 YouTube ライブ配信日曜日の夜やるかもしれません。よろしくお願いします。お疲れ様です。